皆様は大東亜戦争終結後に日本で占領政策を実施した組織をご存知であろうか。 GHQ である。それは日本から軍国主義を排除し平和と民主主義を推し進めた。1945年8月、日本はポツダム宣言を受諾、降伏した。敗戦から2週間後、ある男が神奈川県の厚木飛行場に降り立った。ダグラス・マッカーサーである。日本までの道のりは遠かったな。 GHQ は日本を統治するために日本政府に指令勧告を行う間接統治を行った。必要なお金は日本政府が出しますので、軍票の発行もやめてください。わかった。しかし連合国軍最高司令官は天皇や政府の上にあることをお忘れなく。この日、日本占領が始まった。早速 GHQ は検閲を行った。連合国軍の行為を批判、原子爆弾や無差別空襲の被害などを公表するラジオや新聞社を1週間の業務停止命令だ厳しく取り締まり、アメリカを批判する言論を統制した。その後 GHQ は日本を民主国家にするために、婦人参政権、労働組合法の制定、教育制度改革、圧政的な法制度の撤廃、経済の民主化の5大改革指令を発令、日本政府に実行させた。婦人参政権は女性の参政権を認めるなど、女性の権利を拡大していくものである。これによって戦前は25歳以上の全ての男子にのみ与えられていた選挙権が20歳以上の全ての男女に与えられることとなった。労働組合法の制定は労働組合を作ったりストライキをすることが許されるようになった。賃金を上げろ、ストライキだ。労働者の権利が守られた。教育制度改革は日本の教育を大きく変えた。633の単線系の学校教育制度が導入。それまで日本は複線系の教育を行っていたが、アメリカをモデルとした単線系に変化した。そして国家主義や戦意を鼓舞する内容を抹消させた墨塗り教科書も有名であろう。5行目から13行目まで墨を塗ってください。 GHQ が不適切と判断したものは書き換えられるか墨塗りにされた。教科によってはほぼ全行に抹消線が引かれたものもあった。ちなみにこの時、日本の公用語である日本語をローマ字で表すという計画が立てられていた。日本語は漢字が多いために覚えるのが難しい、識字率が上がりにくいため民主化を遅らせている、という GHQ のジョンによる発案であった。しかし老若男女を対象とした日本初の全国調査の結果、漢字の読み書きができないものは 2.1% にとどまり、日本人の識字率が非常に高いことが証明された。結果この計画は断念されることとなった。圧政的諸制度の禁止は治安維持法や治安警察法など、国民を恐怖によって思想や言論を抑制する制度の禁止。天皇制反対だ。その通りだ。お前それでも日本人か。なんだと。治安維持法の廃止により言論の自由が現実のものとなった。最後に経済の民主化は文字通りである。財閥のような大きくいろいろな産業を牛耳っている組織があると、小さな企業が潰れて競争が起こらない。そこで経済民主化のために三井、三菱、住友、安田の四大財閥を解体、平等な競争を促した。その後の1945年12月17日、衆議院議員選挙法が改正、公布された。戦後初の選挙において公職追放が GHQ によって行われた。衆議院選挙に戦争に協力した者も立候補しようとしています。戦争に関与した者は公職から追放するように指示を出す。戦争や体制翼賛会に関与したとみなされた者は政府機関など特定の職に就くことを禁止するという公職追放が行われた。政治家や思想家にとどまらず、中央官僚から地方の教職員まで失職。
戦時中村長だった者まで追放か。この公職追放直後の期間、日本の中央政府と地方自治体は事実上機能を停止した。さきも述べたように、女性も参政権を持てるようになったことから、日本初の女性議員39名が当選。戦後初の衆議院議員選挙によって、日本自由党の吉田茂内閣が誕生することとなった。その後 GHQ は、軍事的要素が強く天皇中心の憲法であった大日本帝国憲法に代わり、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を基本とする日本国憲法を作成しなさいと日本政府に命令。早速日本政府は試案を作成、提出するが、これでは大日本国憲法とほとんど一緒です。もっと民主的な憲法にしなければならん。1946年2月1日、GHQ は憲法草案の起草へと動き出した。マッカーサーは憲法改正の必須要件、マッカーサー三原則を示した。天皇制の存続、戦争の放棄、封建制の禁止の3つである。その後、GHQ 草案の起草作業が開始。10日間で日本政府に提示された。しかし、こんな憲法を認められません。陛下が日本の象徴なんて。主権は国民にあるべきだ。そして8月24日、賛成多数により憲法改正案を可決いたします。衆議院において圧倒的多数で可決。ここに現在の日本国憲法は誕生した。この日本国憲法では三本柱が定められる。1、基本的人権の尊重。2、国民主権。3、平和主義である。まず基本的人権の尊重は、人間らしく生きる権利の尊重である。基本的人権には自由権、平等権、社会権、参政権が含まれている。次に国民主権は、国民が国の政治を最終的に決める権利。大日本帝国憲法では、政治をはじめ外国との交渉や軍の指揮など、あらゆる権限を天皇陛下が持っていた。日本国憲法では、天皇陛下は日本国の象徴とされた。最後に平和主義は、国々の間で争いが起こっても決して戦争をしない。そしてこの目的を達成するために、陸軍、海軍、空軍などの軍隊を持たないことを定めている。1951年9月8日、サンフランシスコで講和条約が結ばれた。サンフランシスコ平和条約である。これにより日本はついに主権を回復し、立派な西側諸国の一員となった。これと同時に GHQ は廃止。7年にわたる支配が終わりを迎えた。しかし、その代償として沖縄は日本本土から分断され、アメリカの施政権下に置かれた。沖縄には日本国憲法の適用もなく、国会議員を送ることもできなかった。日本の民主化を推し進めた GHQ、 それは現在の日本人の思想や歴史観に大きな影響を与え、アメリカナイズされた日本の体制を生んだ。安保問題や競争主義による格差問題、憲法第9条など、改めて解決すべき事柄を残しているのも事実であろう。